皆さんこんにちは。今週も始まります新春スポーツ伊藤亮太ナビゲーターのドバシです。よろしくお願いします。お願いします。まあすごい状況です。いやもう新型コロナウイルス もう始めあるところで影響出過ぎですよね、はい、こんなにも ねなるなんて、まあ、もうちょっと仕事がもうなくなりつつありますよ、ね、僕も、まあ、イベントとかね本当ですよ。人が集まることがないから、ね、どうしましょう。どうしましょうか、ね、助けてください。 どうなんですかそのテレビ業界というかこういういやないんじゃないですか。僕らもだから試合がないから取材にも行けずです仕事がないっていうことですね。もうねスポーツクラブ結構試合がね延期になったり、ね、中止になったりしてますけど、ね、もう早く収まってほしいですよね。こればっかりはね、まあ、これ以上ね、まあ、広まらないようにするってことが、まあ、決まりますよね、はい、そんな時はね、はい、スマホでもスマホで、ね、パソコンでも、うん、見ていただいてね前のやつも見ていただいてどんどん過去のね、過去のやつを、ね、過去のやつを見ていただいて、ね、時間をね、潰、はいはい、してもらえる、まあねはい、そんな時にですが、久しぶりのね、久々の出演ということで、この方です。じゃん。はい、シーナガのパルセルディスの泊まり志保選手です。元気元気です。お帰り、お帰り。お帰りだね、本当にね。はい、いつ出たんだっけ、前回出た時って。前回は去年の夏だったと思う。夏に一時夏に行く前だった。あれ帰ってきてた。帰ってきた時だった。一時違うでしょ。違う。いや夏に帰ってきた時、帰ってきた時でした。一時帰国。一時帰国です。でまた行くっていうタイミングで出たんじゃなかったっけ。そう。あそうだ、ね。ドイツに行く前だよね。そうまだ多分チームが決まってなかったぐらい。決まってなかったよね確かにね。と思う。あ違う。え違う半年。で、うん、って感じかな。まあ、なんかわかんないけど、なんでもよくわかんない。もう覚えてない、覚えてない。覚えてない。で、まあまあ帰ってきたとね。はい。すごいね。ね半年ぶり？あ、違うな。その前からだから。1年半。1年半。1年半行ったの？オーストリア。オーストリアに1年半行って、半年間ドイツ。うん、よく帰ってきたね。よく帰ってきたね、本当ね。いや、でもね、まあ、でも嬉しいですよね。嬉しいニュースは、うんみんなね、泊まりが思ってる以上にみんな多分ね、うん、ですよね思ってるけど、よく帰ってきてくれたね。なんかこうね、いろいろちょっとこう、うん、寂しいニュースだったじゃないですか、うん、パルセルレディス、うん、まあトップもそうですけど、うん、そこにこうね、うん、そう泊まりが、ね、帰ってくるの泊まりみたいな、ちょっと嬉しかった人いっぱいいるじゃないですか。あれ、寿司職人として帰ってきたわけではない。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 でも握れるんでしょ。それ懐かしい。なんか寿司屋でバイトしてたっつもんね。そうだそうだ。確かに。で、なんか新しい事業部を立ち上げ、パルセルで立ち上げて、その寿司を握る方で、じゃない？違う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 。さすがに違う。選手。選手で。手一応選手で。寿司のくだり、俺らは分かるけど、見てる人全然分かんないよね。確かに確かに。ちょっとそれは前のやつ見ていただいて。前のやつ見ていただいて、ね。前回のやつを見ていただいて、はい。寿司のくだりを見てますね。懐かしい。懐かしいですね。寿司職人、ね、あれはだからオーストリアの時だよね。オーストリアの時です。ドイツでもなんかドイツの時は仕事してないです。あ、プロプロみたいな形でみたいな感じでやってたの。そうっす。なんで寿司行かなかったのそこ。いやもうほんと田舎すぎて日本食料理屋さんがなかった。え、マジで。ちょうどよかったじゃん、だってね。そうね。開いちゃう寿司屋オープン。いや泊まり寿司。泊まり寿司めちゃめちゃ面白い。泊まるじゃん。泊まり寿司。泊まり寿司なんかね、泊まり寿司めっちゃ良くない。これあれじゃないですか、またスタジアムでお弁当が確かに。お弁当でしたね。寿司で行くか。寿司今年だそう。握っちゃうか。今年スタジアム弁当、うん、なんかトップチームもね、うん、選手のやつやってたりしたじゃん、うん、あれ寿司でどう。レディースもやってたからね、うん、泊まり寿司。泊まり寿司、うん、売れそうじゃない。チェーン店みたいなね。泊まり寿司売れるかな。いいんじゃないですか。売れるかな。いや絶対売れるよ。やってみようか。もうそんなね、ちょっと提案してみよう。そんなしょうもない話からしょうもない話ね、本当に。じゃあ、まずね、ちょっと復帰の経緯聞きましょうよ。いや本当、ね、よく本当に帰ってきたね、うん、いやでも本当に向こう、うん、ドイツに半年しかいなくて、うん、で、まあ、本当だったら、6月までがシーズンだったんですけど、うんまあ、ちょっと給料の未払いで向こうで。あ、海外あるあるね。海外よくあるってね、みたいなんですけど、まさか自分が
そうなるとはって思ってなかった。そう感じだったから。そういうさ噂もなかったの？いや選手内で一応、うん、その自分が入る前に日本人の子がいて、うん、でその子をそこのチームに入れてくれたのが自分の友達だったから、その友達からもなんかまあちょっと経済状況なんかやばくて、うん、何回もその給料未払いがあって、うん、選手がストライキを起こしたりとか、うん、なんかそういうのもあるらしいよみたいな感じだったけど、うん、でも一応今は大丈夫だし、うん、その既存の日本人の選手もちゃんと契約できたからっていう話で行ったんですけど、うん、結局最初の1ヶ月目も遅れて給料入ったって感じで、うん、そしたらもうその2ヶ月目からはもう払われなくて、じゃあ早すぎない？ほとんどもらってない、だからほとんどもらってない、マジで？もう恐怖、なんかどんどん働いてないからそれだけの収入を当てにしてっていうか生きてたから、うん、このまま生きていけるのかな、私っていう。で、それはさ、クラブからのそのことに対しての説明とかってあるの？ちゃんと。あ、でなんかみんながなんかまた給料遅れてる、みんなからしたらまたかよって感じだったからそういつものやつだぐらいの感じ、そうそうそうぐらいだったけど、さすがに2ヶ月目に払われないってなって、その次もにの給料日が迫ってきてもまだ払われないってなってから、うん、みんなが騒ぎ始めて、そしたらなんか連絡が来て、もしかしたらチームが潰れるかもしれませんみたいな。でどうなったの今は？そうで、なんか会長、なんかスポンサーがいるんだけど、スポンサーがちゃんと期日にお金を払ってくれないみたい、うんうん、でもちゃんと契約を交わしてないらしくて、チームとして。だからチームも強く言えないし、そのスポンサーが大きいから、それがなくなったらチームがなくなっちゃうっていう話で、うん、で会長からみんな集められて話があって、うん、けど自分もちゃんと理解できないから、うん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 、なんかみんなに分かったって言われたけど、いや分かんないみたいな、うん、でもとりあえず、そのプロとして、自分みたいに外国人でプロみたいな選手が4人いて、他はみんな働いてプラスチームからもらってたから、まあそのお金がなくても生きていけるわけよ。でなんかそのもし本当にここのでしか収入がなくて生きていけないっていう人は直接会長に連絡してみたいな、そしたら払うからってなってそうしないと払わないだから自己判断して、マジで？そうけど1ヶ月分しかもらえなかったの、それでも。じゃあまだもらってないってこと？全部。そうで帰る時に、うん、6ヶ月じゃないわ、2ヶ月分、うん、結局あと2ヶ月分もらってないって感じで、うんうんうん、そうちょっとだけ前払いっていうか、うんうんうん、本当は振り込む、やめるってなって振り込むって言われたけども信用できなかったから、うん、払える分だけは払ってって言って、うん、だから11月分と12月分はまだもらえてなくて。マジ？まだ？まだって連絡してどうなったみたいな、うん、いつ払えるみたいな感じで連絡したら、なんか今の段階では決められないみたいな言われてみたいな。じゃあ遅れる、マジで？そうだ、じゃあもしその状況になったらちゃんと振り込んでねみたいな感じで言ったら、なんか今の段階では約束できないみたいな、来たから、もう自分も返事返してなくて。今海外に行く選手いっぱいいるじゃないですか、うん、そうは言っても、うん、ちょっとそういう話っていうのはあるんですかね？あるんじゃない、ね、よく、ね、東南アジアとかなんてね、うん、結構そういうのが多いから、他の J リーグで活躍した選手がそっちに出て行って給料未払いで結局帰ってくるとかっていうケースも俺の周りにもやっぱりいたりするし、俺自分のことで言ったらバンフォーレンってくらいあったからね、給料バンフォーレンあったあったあった、経営難の時ね、2000年とか多分それぐらいの時かな、もうクラブが解散するって言われた時があって、その時給料全然払われなくて、12月のだから25払いぐらいだったけど、もう選手同士で、あれ給料払われたの？いや払われえないんだよねみたいな、どうやって年越すみたいな、あって年越した後に給料払われたってことあったけどね、ありましたよ。そんな日本でもあるんだ。あった。でも今はもう全然ね、まあ、経営はもう改善されてあれだけど、まあ、聞かないもんな今。でもすごい経験したね、そう考えると。いや本当でも今思えばいい経験したなとは思うけど、向こうにいた時はなんか頼れる人もいないし、まあ、日本人のチームメイトがいたっていうことだけが本当心の救いで、うん、他のクラブにさ移籍しようと思わなかったの？海外。あ、そうで、うん、他のクラブに移籍
も考えて、なんかやりきれてないのに、うん、このまま日本にただお金が払われないということで帰るのもなって思って、うん、で、まあ、ビザもワーホリで取ってたから、うん、あと半年はビザがちゃんと残ってて、うん、で近くのチームに後輩がいて、うん、そこに聞いてもらったんだけど、なんか今自分のチームがそういう経営なんていう状態で、うん、みんな選手は他のチームに出たいってなって、でその近くのチームに自分を受け入れてしまったら、うん、他の選手もじゃあ私もってなった時に受け入れられないから、そこのチームからはもう誰も受け入れられないって言われて、そうで自分ももうなんか時間もなかったし、もうチケット取っちゃってたから12月に、うん、普通に12月普通に帰るやつと2月にまた向こうに戻るチケットを買っちゃってたから、うんうんうん、その12月までにもう決めなきゃいけなくて、でもその時点で10月の終わりとかだったからもう時間もなくて、で、まあ、何のためにじゃあ海外に行こうと思ったんだっていうところに立ち返って帰ったわけね。そう、でそしたら、うん、まあ、海外でプレーしてみたかったっていうのとか、うんうん、まあ、他の言葉がちょっとでも喋れるようになりたかったとか、うん、向こうのあの文化とかサッカーに触れたかったっていうことだったって思って、うん、あ、割と目標達成されてるかも、あ、自分で今までやってきたもんね、って思ったから、うん、もう帰ろうって。でも残るか残らない、なんかその人数が少なすぎて、うん、自分も一応試合には出てたから、うん、でしかもサイドバックだったんです。嘘はダメ嘘は絶対にダメ、嘘じゃない、ね、自分の熱、生放送だから、うん、トマリがサイドバック、嘘はダメ、トマリ本当本当本当、だからそれも楽しくなさすぎて、自分監督にも直談判したもん。え、なんで自分サイドバックなのって、私がサイドバックじゃないとやったことないよって。で前やりたいって言ったら、なんかお前は体が小さいから前では無理だみたいな、うん、なんかコンタクトがで負けちゃうみたいな、いやそんなコンタクト、いやサイドバックの方がコンタクトあるじゃん。そう、ディフェンスの方が全然コンタクトあるし、うん、やったことないしみたいな、うん、どうだったのサイドバック。いやなんかもうオーバーラップしちゃいけないサイドバックだったから。何それ走るのが売りなのに、ね、そうオーバーラップしちゃいけないのいけないサイドバックだから、もうしんどくもないし、でも相手は速いしでかいから生きないじゃん、泊まりの良さが、うん、いや楽しくもなんともなかった。スペースに走り込むのが売りでしょう、うん、ね、うん、ずっとサイドバックやってたのじゃ。ドイツではマジで。じゃあ今楽しいでしょう。だから今がすごい楽しいサッカーが。そうフォワード久しぶりだから、もう帰ってきて、うん、こっちのパルセイロの練習に参加し始めた1週間目は、うん、もう楽しいし、自分のなんか感覚も楽しいっていう気持ちだけで、うん、何も考えてなかったから、うん、もうすごい、え、なんかすごい点も決めれちゃうし、体もすごく軽い感じがするって感じで、うん、全てがいい方向にこう動くやつね。そうそうそうって感じだった、うん、でもよかった ね、いやよかったです。海外の経験含めて、ね、でもでかいですよ ね、それはね、うん、でもしかしたらこのサイドバックの経験がすごくね今生きてるのかもしれないしね。あ、それはそうそうそう、ね、確かに動きがね、うん、だってもうそこで海外でフォワードやって、ちょっとなんかいろんなものにね、こうぶつかってたりとかしたら、うん、帰ってきてこの新鮮さはなかったかもしれないじゃん。確かに、うん、なかったと思う、ね、フォワードでまた楽しさを感じれてるって、うん、一番いい状態だよね。そう、うん、そう思えばいい経験でした。海外いいね、うん、また行きたいと思う。サッカーじゃなかった分かる俺もそう俺もそう、サッカーじゃなかったら見に行きたいとか思うよね、うんうんうん、海外のサッカー見に行きたい、そういうのあるよね、うん、けどもサッカーで向こうに自分が行くっていうのはもういいかなって感じ、うん、で向こうに一緒にいたさ日本人の友達とかはどうしたの、うん、チームメイトっていうか友達は、残るって言ってたんだけど、うん、一応もうやっぱ親と相談して、うん、まあ、給料も払われない、うん、しチームの存続がどうなるかっていうもレベルなんだったら、うん、もうやめた方がいいんじゃないかってなって、うん、今多分やめる手続きというか、ね、っていうのをやってる感じ。そんな中でなぜパルセイロに帰ってきた、ね、だってもともとね、さっきの経歴、まあね、出るかな、もともと浦和から ね、うん、レッツのレディースで、で2014年にパルセイロに、まあ、選ぶとしたら、まあ、レッツっていう選択枠だったりパルセイロだとかって、うん、あとはまあ日本にも今いくつかやっぱ力入れて結構こうね、うん、下のクラブでもさ地域リーグもそうだし2部でも結構こう
やってるとかね、力を入れて、うん、なんかそういう選べる状況がある中でパルセイロレディースへの復帰を決めた。もうそもそもそのもう辞めることだけ決断して帰ってくるときは、うん、まずサッカー自体もどうしよう、あ、そういうこと、そうどうしようかなっていう感じで何も決めずに帰ってきちゃったから、うん、ノープランだったわけね。ノープランで、うん、でなんかなんとなくサッカー辞めてからこういうことちょっと勉強したいなとか思うことも見つかって、うんうん、でもその勉強もしたいし、うん、どうしようかなみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、でもやっぱその自分自身やりきれてないまま辞めたっていうのもあるし、その応援してくれてる人、まあ親だったりとかその家族とか、まあその向こうに行っても応援してくれてたサポーターの方とかやっぱ知り合いとかにちゃんとやっぱ見せてから終わりたいなって思って、やっぱもうちょっと続けようかなみたいな風に思ってて、けどまあどうしよう、続けるにしてもどうしようって感じで、でやっぱ日本と向こうの練習環境とかが違いすぎて、うん、なんかもう衰えしか感じてなくて自分が、だからまた日本でプレーできんのかなって。なんでそんなに感じる、うん、どこ、どういうとこに、なんかもう練習量がまず全然違うし、オフばっかり、海外オフばっかりでめっちゃ楽しそうじゃん。そう、もう楽しかった、楽しかった、人生を楽しんでるからね。本当に街歩きしたりね、なんかその街を楽しんだりっていう、なんかもう概念がやっぱ違う、もうオンはオンだけどオフはオフだから、うんうんうん、向こうはね、そう、サッカー以外のことにやっぱ目を向けれる余裕がすごくあって、うん、まあ、それがすごい自分にとってはプラスだったけど、うん、サッカーだけで考えたら、うん、やっぱ今までサッカーのことだけを考えてきた分、うん、やっぱ比率がちょっと変わってきちゃって、うん、で、そう、なんか自分って成長したのかなって思った時に、不安だったわけね。そう、できるのかなって思ってて、で、まあ、地元が名古屋なんですけど、うん、その名古屋のチーム、うん、自分がもともとやってたチームが、うん、まあ、今チャレンジにいて、うん、2部昇格を目指してやってるって言ってて、で、もともと一緒にやってた子もまだそのチームにいて、で、まあ、一緒にやろうよってすごい誘ってくれて、うん、で、まあ、でお金ももうなかったから、うん、その未払いだったし、うん、だから一人暮らしとかをするっていう選択肢がもう自分の中にはなくて、うん、だからもう実家から通えて、うん、まあ、そのチームのためになるんだったら名古屋でもいいかなみたいな、うん、って思ってたところ帰ってきてすぐ長野に遊びに行くことになって、うんうんうん、でその時にたまたまその日がパルセイロの練習の最終日で、あ、最後の日、ね、そう、最後の日で、で顔出しに来なよってなって行った時に、まあ、本田さんには、うん、あの実は辞めることになってみたいな、帰国しますみたいな、うんうん、先のことは何もまだ考えてないですっていうことは連絡してたから、もうパルセイロのスタッフとか、うん、まあ、選手は池とかにも言ってたから、うんうんうん、あの辞めたこと知ってて、でこれからどうするの、うん、みたいな、で泊がここに来たいっていう気持ちがあるんだったら、うん、こっちもウェルカムだよっていう感じで、まあ、話してもらって、うん、ちょっと考えますっていう感じで、よかった ね、 ね、でもそういう、まあ、ね、つながりも不安定だけど、ね、まあ、でもやっぱりこう泊がやってきたことが、まあ、そういうことに、ね、つながってきたと思う、ね、そのつながりを ね、 ね、作ってきたっていうところが、うん、いや、ありがたいです。なんか、うん、練習参加の写真に写ってたんだよね、確か。いや、そあれトンプリ写ってるやんみたいな、なんかもうその時から決まってたんじゃないか説みたいなのも、ね、そうそう、見たんですけど全く決まってないし、うん、そんな説が流れたのね。そうけど、なんかもう全然練習参加するつもりもなくて私服で行ってて、うんうん、でも寒いから、そう、池にちょっとパルセイロのウォーマーを貸してもらってて、でそしたらなんか入れよみたいになってじゃあみたいな、やったので、そのままチノパンでチノパンで自分の、あ、多分5時に借りた乱臭かな、乱臭、うん、かなんかで、なんかミニゲームみたいな、最後だしね、最後だったから、まあ、遊びみたいな感じだったから、うんうんうん、そう、それで入れてもらってっていう。すごいね、何かを持ってるね、うん、いやいやいやね、いや持ってなきゃこんなね形にはなかったと思うし、うん、どう、長野に帰ってきて、いや、どれぐらい？
2年行ってたね。2年行って、あんな2年行けた。長野にこっち来てからはまだ1ヶ月1ヶ月ぐらいぐらいしか経ってないです。今どうしてんの、ね、今何してんの毎日今は、まあ、そうです。それその話してなかったけど、今はパルセイロのクラブスタッフとし て, として働きながら、働きながら主にさ、どういう活動が多いの、あの内容といったら、何回かその普及活動で小学校に行って、うん、ああ巡回指導、巡回指導みたいな感じでやらせてもらったりとか、うん、あとはその商店街とか、うんうんうん、あのパートナーホームタウン、うんうんうん、ホームタウンに行って、うん、あの挨拶回りみたいなしたりとか、うん、すごい ね、それはしてます。喜ぶよ ね、いや泊まりさん来るでしょみたいな、ホームタウン、うん、ね、地域の人たちは、うん、そうだから、お帰りなさいって言ってもらったりとかすごいするから、言われない、もう頑張ろうって、寿司屋始めるのみたいな、みんな知らない、みんな知らない、みんな知らない、これすごいね、人気番組、人気番組だからみんな町の人見てると思ってんだけど、言われない、ね、言われない、そう、気使われてるのか知らないのか、知らないってことはないと思うんだけどね。長野県民みんな見てる番組だっていうかね。じゃあみんな知ってるのに言ってこないのかな。寿司職人っつって言われない。でも巡回指導とかも楽しいでしょ。楽しい、めっちゃ かわいいし。あ、うん、すごい楽しい。俺もやってた時楽しかったもん。ね、うん、だってなかなかさ、こう人生生きていく中でこんなにもの人数の子供たちに触れれる、人生の中で一瞬かもしれない、たかが1時間とか2時間かもしれないけど、うん、関われることってないもんね、うん、サッカーやってたから多分、うん、そうやって出会ってね、うんうんうん、やれるし、え、どういうなんかメニューとかやってんでしょ、友達がやってんの、いや、普及スタッフがやってくれて、一緒に、ま、混じりながらやるってこと、ね、そんな感じ、ゲーム入ったりとかドリブル一緒にしたりとか、うん、そういう感じかな。いや、もう絶対楽しいよね、子供たちだって楽しいし、うん、ね、しかも現役が来てくれるっていうのはね、うん、一番いいと思うね、うん、選手、泊選手とかって言われるんじゃないですか、そうやって小学生とか、ああ、でも知ってくれてる子とかもいたりとかして、ね、やっぱそれはすごい嬉しいし、僕マグロとか言わない僕いかんみたいな言わないじゃないかな、それはない、絶対にない、そう言ってくる子いない、絶対にない、絶対にない、おかしいな、いないのか、そういう子出てきて、そういう子、それはもうぜひ言ってたらすごい ね、次あったもし、あの行く学校とかではもうぜひ子供たちに言ってもらいたい僕マグロって、泊まり選手、僕次マグロでお願いしますとか面白すぎる、そしたらめっちゃ笑うでしょやばい本当にでもいいね、なんかそういう活動ができて、うん、本当にね、クラブにとっても泊まりにとってもさ、うん、ね、ね、うん、なんかまあ、サッカーの一つのこう楽しみ、別の楽しみですよね、それでクラブが大きくなって、ね、地域と、ね、近い存在で地域密着っていうのが、うん、しかも選手が行くっていうのがいい ね、でかいと思う、やっぱりピッチでプレーするのは選手だからさ、うん、でもちろんそのいろんな事情があって、まあ、俺もアンバサダーやってた時、アンバサダーとして言ってたけど、やっぱ選手と行く時ってやっぱ選手ってやっぱすごい力だなって思ったね、選手っていうだけで、そうだよね、やっぱりそういう風に見られるっていうのは、選手やれる時はやっぱり選手やるのが一番いいなって思ってたけどね、そうなんだ、うん、え、そう感じない、まだ感じないか選手やってたら、いやー、わかんない、わかんないか、うん、でもまあそれがね、結局まあ試合になった時に、あ、じゃあ泊まり選手来てくれたから行こうよ、うん、みたいな、ね、子供たちがね、今度すごい子供たちが泊まのことをね、知ってて、うん、応援してくれるみたいなね、すごいよ、確かに、もしかしたらあのゲイフラっていうの、あで、マグロ、いやいやいや絶対言うと思ったマグロのゲイフラ絶対言うと思った、でマグロの顔のところが泊まりにはめ込みになってるのかってやって、いやいや、それはまた楽しそうです、これ俺らしか笑えないなんて、いや、じゃあ俺らがやりに行きますか、それはね、バックスタンドのマグロのやつを掲げるからわって目立ってしょうがないわ、そしたらもう、あ、また指導だなって思って、あって、ね、いや、でも本当にそういうね、子供たちにとってみればさ、憧れの存在に、ね、いやそうなるわけですから ね、でかいですよね、それはね、ユースタでね、泊まり選手って言われるのはね、だこれがまあ、今多分やり始めだから、もう例えばこれが1年2年って
これってもう本当かけた時間の分だけ自分にもクラブにも返ってくる、それはもう自分が体験してるからもうすごいなって思う、この活動ってやっぱりすごく大事な活動だなってずっと身に染みて思ってやる。でもすごい数いくでしょ巡回だって、ね、年間ですごい、ね、だって100近く多分それぐらい積極的にそういう活動をやってる。周りから見ると何もやってないとかって思われがちだけどそうじゃないんだよね。ものすごいやってるけどなかなかそういうふうにこう見られないっていうのがなんかちょっと悲しいなと思うし、でもクラブとしてはちゃんとそういう活動をやってて、なんかこうちゃんとしたビジョンの中でこういうふうにやっているっていうのが、もっとなんか地域の人たちとか周りの人たちも見てもらえたらなとかって思うけど、まあホームタウンも多いですしね、100巡回主導で年間に行くって、でも冬場だって行けないじゃん、うん、まあそうだね、うん、だからギュッてなる、そう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 、うん、夏場にね、そうそう、で夏、いや夏場も行けないですよ、暑い、熱中症があるから、 あと夏休みでいないとかってなると時期がこう、だいたいこう決まってて、その時期にすごい毎日のように入ってくるね、そう密集してこう入ってきたりするから、すごい大変だけど、大変だ、楽しいけどね、うん、そう楽しい、でも楽しかったすごく、いいね、でもこれを続けていくってことでしょ、そうです、いいね、ね、本当ありがたい、やっぱなんか選手だけやってたら分かんなかった部分とかもすごい今は見える場面がすごく多いし、自分もすごい勉強になるしモチベーションにもなるから、すごい楽しい、試合をするまでの部分とかのね、裏方というか準備かね、全部見れるし、そうだよね、クラブにいたらちょっと見た目が 見方が変わってきますよね、またね、そうかもね、でもチームがさ若返ったでしょ、いやもうガラッと変わってまた知ってる人がほとんどいないそうだよね、うん、いやでもほら安定のね、あの池、うん、ね、5時宮根、宮根あの安定のね、安心感あるでしょ、あそこがいるの、安心感があるでしょ、でもどう新しいこう雰囲気のチームは、いややっぱ若い子がやっぱ多いけど、うん、なんかすごいみんな真面目だしすごい頑張るから、なんだろう、やっぱ雰囲気はすごくいいと思うし、うん、でもやっぱ経験がそういう大学サッカーとか高校サッカーとかでやってたっていう分、やっぱちょっとなんだろう、うんうんうん、まだ緩い部分もあったりして、うんうんうん、そういうところはやっぱり既存の選手とか、うん、自分とかそういう上になる、年齢的に上になる選手がもっと伝えていかなきゃなっていう部分はすごい感じるけど、うん、未知数な部分は、ね、いや本当に未知数だと思う、でも逆になんかそういう子たちが本当にこう力つけて乗ってきたら面白い存在になるね、うんうん、本当に楽しみだし、みんなでっていうなんかそういう組みたいに、もうこの選手がいればっていう選手がやっぱそうがいないから、なんか逆にやっぱみんなの力を合わせないと、絶対的じゃない、そうでありたいそうでありたい絶対的に 右サイドバックみたいな、蓋開けたらね、もしかしたら左サイドバックの可能性も左足あんまり使えないのに左サイドバックいやそれは厳しい、もう今でも攻撃的な前、まあ、一応前やらせてもらってるから楽しいです、ね、え、あの年齢差で言ったらさ、上から下までってどれぐらい離れてんの、若い子で、だって高卒、高卒だから18、12ぐらい違うわけ、11、2ぐらい違うよね、多分やばい、どう一回りぐらい違う、どういう、ね、ちょうど、ちょうど一回り、あれ最年長、普通に会話はできてる、最年長なの今、最年長、いいじゃん、いいの、全然いいじゃん、最年長うん、最年長あれでしょ、10円渡してジュース買ってこいみたいな、そんな足りませんみたいな、それはやばい、長野駅前のあそこの自動販売機でジュース買ってきてない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 、そうか、最年長、どういう、もちろん仲いいからコミュニケーションあるんだけど、どういう若い子たちとどういう会話してんの、なんだろう、確かに、なんかさ、ギャップを感じる時ある、なんかなんだろうな、好きな、例えばほらアイドルとかわかんないけどなんかそういうの、そう、なんか一回、うん、その池が、うん、その更衣室、試合前の更衣室で音楽を流すのに、うん、みんな一人2曲ずつ、うん、あの自分がかけたい音楽を池に送ってっていう話をしてて、で早めにクラブハウスに着いて、その日の練習の時に、うん、で自分座ってたら、う
なんか高卒の子たちが、うん、なんかえ何したみたいな言ってて、え自分何々と何々にしたって、えそれさみんなわかるかなみたいな、上の人とかみたいな言ってて、え何って自分はもう言ったんです、食いついたんじゃない、そこで、はい、最年長がそうしたら、えってなって、誰だよ絶対トモさんわかんないって、おふざけんなって見たら本当にわかんなかっためちゃめちゃおもろいやん、ね、日本も離れてたしね、そう、それもあるにせよやっぱちょっとそういうところでギャップあるわけね、ギャップはやっぱりある、歳を感じる、面白いね逆に面白いですそれもね、いやそれがやっぱトマだから、うん、そこのなんかこう、まあ、そう、ね、埋めれるあれが多分ね、それが割とほら上の人がさちょっとあまりなんかツンツンした感じのさコミュニケーション取れない感じだとまたチームはほら違うかもしれないけど、まあ、私の知らない曲じゃんみたいなね怒っちゃったりしてねそんなちょっとあれです、だって最年長な雰囲気ないもん、ね、そんなことね、チームに入ってもそんな感じじゃないの、いやわかんない、でも気使われてる感は感じる時はある、うん、やっぱり嘘、うん、なんかすごい合宿で例えばそのご飯で、まあ、みんなバラバラに座って、うんうんうん、で下の子はすごいご飯ついたりとかしてくれてるから、うん、もう自分は席に座って、うんうん、まあ、席決まってないから、うん、で後からみんなが座ってくるじゃないですか、うん、で座ってきて、うん、なんかシーンみたいな、えみんな別に喋っていいんだよって、で自分もなんか喋るけど、うんうん、すごいなんか気使う子とかは気を使われてる感が、はい終わり話続かなみたいななんか出しちゃってんじゃないの、そういうなんか、自分のせいかな、ね、怖いなんか先座っちゃうからあれじゃないの、試合中にオラみたいな、いやいやいや、そんな言うタイプじゃない、先座るとさ遠くからこう埋まってくるじゃないの席が、あいきなり隣には座りづらいじゃん、でもまあ確かにね、ね俺も最年長でやってたからパルセロの時ね、そっかそっか、自分が座ると大体遠いところからこう回って、でもそれはしょうがないんじゃない、うん、で同世代はやっぱ来るでしょ、あいて5時あたりは、うん、でもなんか、うん、あの離れて座ろうってなってて、自分たち気を使ってね、こっちがね、そうそうそう、あ分かる分かる分かる、でそっちでねやっぱ、うん、固まっちゃうと他の子も座りにくいからって感じで、でも可愛い子とかは、うん、じゃあトマさんの隣に座ろうとか言ってくれる子もいるけど、うんうんうん、まあ、気使ってんだね、じゃあそういう子は、そう、まあ、余ったからここで行くかっていう子も多分いると思うまあいやいやここ座っとくからね、ここしか残ってないみたいな、そうそうそう、それは悲しい、なんかやっぱ上になると下はねなんかそうやって選ぶ、まあね、あれだったけど、うん、選ばれるとなるとちょっとそう、うん、でも上は上でまたなんか違う見方できるから楽しいんじゃない、まあ確かにそれも新鮮なんじゃない、うん、そんなことない、新鮮さはあるし、うん、あなんか昔自分もこんな感じだっただろうなとか、なるほど、ね、すごい思ったりするし、逆にほらみんな経験がさ、若い子たちはさ、そのなでしこっていう舞台での経験がないから、うん、あなんか教えてあげなきゃとかさ、あそれはすごいやる、そういう責任感みたいなのが生まれるんじゃない、うん、やっぱり上になると、けどなんか自分にも必死だから自分が、うんうん、なんかそこの兼ね合いというか、ちょっとやばい言ってあげなきゃっていう、まだちょっと余裕が持ててない感じも自分があるから、うん、なんかそういう部分はもうちょっと意識してやらなきゃなってとは思う、どうなのそのまあね、だいぶチームが変わって、うん、まあもちろん監督本田さんも変わってですけど、うんうん、どうですかそのサッカーの部分に関して言うと、こう変わった部分とか逆に残ってる部分とか、うん、やっぱその既存で、まあ、池とか5時ミヤとかがやっぱりそういう、まあ、厳しさっていうか、上で今まで一部でやってて、うん、その球際の厳しさだったりとか、本当ラスト一歩のところだったりとか、うん、そういう部分でやっぱそういう厳しい声とかをかけてくれて、なんかそういう部分はやっぱり残していかなきゃいけない部分だし、うん、そうやって残そうと、まあ、怒るっていうかすごい強く言ったりとかする部分もすごいあったりとかするし、逆になんかやっぱりそれにあの若い子たちは答えようっていうのがすごく見えるし、なんかまあ助け合うじゃないけど、自分が良ければいいっていう感じではなくて、まあみんなでもっとこうした方がいいよねっていうことを話し合いながらできるチームだなっていうのはすごい思うから、なんかそれをなんだろう、それで甘くなっていくんだったらやっぱダメだけど、それでしっかりなんか話し合ってみんなでやっぱ成長していけるチームになれればなっていうふうにはすごい思います、うん、楽しみだね、うん、なんかこれでねまた試合が始まったらね、
そうだね、勝った喜びとか、うんうんうん、毎年同じメンバーでも、たとえ同じメンバーだとしても、なんかその対戦相手とか結果とかでさ、一喜一憂する部分とか雰囲気も変わっていく、うん、でも大きく選手が入れ替わって、なんか新しいチームとしてなんかすごいなんかワクワクの方が多いんじゃない、うん、いや本当に、本当にそう、ねうん、若い選手が多いとかってなってね、そうですね、うん、まあ監督もね、3歳に変わってですよね、うん、まあどういったサッカーってね、ちょっと非常に楽しみな部分もありますよね。なんかだから早く見たいんだよね。そうそうどういうサッカーをするのかとかね。泊まりがね、左サイドバックでどれだけオーバーラップするのかみたいな。そっちもうそれだったら笑う。もう本当に自分が笑っちゃう。もうあれだよ、フォワードでちょっとあまりにも、あれちょっと泊まりにあれかなって言ったら、もう俺は、もう泊まりちょっとやっぱ左サイドバックがいいじゃないですか。左。やっぱり海外の経験を生かしてサイドバックなんてどうですかねなんて絶対もう後戻りしたくないもえでもサイドバックもダメだった、あんまりこうしっくりこなかった、しっくりこなんか最初は初めてやるところだから、うん、なんか、ま、なんか新鮮、うん、で、うん、って感じだったけど、うん、もうだん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 わけわかんないし、しかもなんかチームサッカーじゃないから向こうってもうほんとこうで戦う感じだから、うん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 、カバーもないし、うん、前から限定してくれるわけでもないし、うん、ずっと1対1の、そう、もう削り合いだったから、もうただただ辛かった本当に。なるほどね、やっぱ攻撃的なポジションが好きだと、うん、がっていうのを再確認、いやわかるな、しましたね、サイドバックやってましたからね、あ自分も、そう、興奮の時ね、そうなんだ、そうだよ、でも攻撃的なイメージしかないって思うけど、興奮の時俺一番試合出たのサイドバックだからね、その時あの今熊本の監督やってる大木武さんが、うん、俺前十字からちょっと復帰した年に監督で、うん、でサイドバックやってほしいって言って、で早く復帰してくれって言って、復帰してすぐサイド、右のサイドバックと左のサイドバック両方その試合によって違ったけど両方やって、一番だからサイドバック、甲府のメンバーとかだったら多分一番サイドバックの印象があるんじゃないかな、でもそれまではずっと中盤前とか行ってくるとか、そう、ね、そうそう、そのイメージしかなかったやってたけどサイドバックでも、その監督の戦術がサイドバックがあのゲームを組み立てるっていう、サイドバックにボール集めてサイドバックからゲームを組み立てるっていう話だったから、ああ最初同じような感じで、なんで俺がサイドバックみたいな感じだったけど、やったらちょっと面白かった、その戦術があったからね、それとはまた違うと思うけど、違う全然、今シーズンは何かあるの、こう自分の中での数字的な目標とか、うんね、あんまりない、10試合出るってこと、得点、あ10試合で少ない、出るのが目標かなと思って10得点、まあ、10得点を目標に、ね、なんでその10なの、なんかちょっとなんか最初は控えめじゃないの、なんか2桁以上っていう目標だったけど、うん、なんかちゃんと数字にした方がいいかなと思って、うん、10、もっといけるって思ってない？え、思ってない、思ってない、思ってない、ね、思ってない、本当なんか、うん、なんだろう、うん、今まではやっぱ組に頼ってた部分があるっていう自分もすごいイメージがあるし、みんなも多分そうやって思ってると思うし、うん、3年目とか組がいなくなってやっぱ本当に点取れなくなっちゃったっていうのもあって、うん、あ確かにね、そう、それで結構リアルに10は取りたいと、はい、なんかこう組がね抜けた後のその攻撃の形っていうのまだ僕ら知らないじゃないですか、うん、ちょっとどんな風になるのかなって今非常にこう、うん、想像の中で考えてた、だってそれこそメンバーもそうだけど全然わかんないよね、まあ誰が出るのか、そうそうそう、そう、そこもまだね、フォーメーションもそうだけど、うん、ね、結構あまり何今ねいろんな影響があって見に行けないとかね、うん、そういうのもあるし、試合もね、ないしね、そういうのもないから、うん、すごい楽しみですよね。ね。蓋開けたらね。開けたね。サイドバック来るかもしれない。やばいやばい。そうなったらもう寿司屋にしようもう。そしたらもう潔く引退して、もう寿司握りますわ。泊まり寿司。楽しみだねでもね。楽しみですね、うん、本当に。いいねでも長野のあったかさをまた感じながら、いや本当に、ね、この暖かさと。うん、ちょっと開幕が楽しみでしょ、いや本当に楽しみ、ホームで試合するのが本当に楽しみだから、そうだよね、そうで2年間してないもんね、すごいと思うよねやっぱり、うん、いやどういう歓声が上がるか ね、だからもう本当いっぱいの人に来てほしいです、泊まりにとってやっぱ長野のサポーターってやっぱ違うでしょ、いやもう全然違 う、ね、やっぱり
本当にあったかいし、もうどこ行ってもやっぱもうずっと応援してくれてるし、なんだろう、もうホームの時はやっぱもう鳥肌立つから、でみんなめっちゃテンション上がると思うし、自分もそうだから、それでね、もう負けそうな試合逆転したりとかそういうのもすごいあったから、もう思い入れしかない、すごい雰囲気だったよね、あの雰囲気、確かに感動したもんね。いや本当に自分たちももうやっぱ忘れられないですね。あれをまたね、もう一回ね、自分たちの力でできる可能性があるっていうところに身を置けているって、やっぱ幸せなことだよね、本当に幸せです、ね、まあ今年はね、まあ、2部の戦いになりますけどね、でもまあ一つずつカテゴリーじゃないんですん、ね、まあもちろん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 そうですけど、まあまあもちろんね、1部でいるに越したことはないけど、でも、でもだよ、2部で勝ち続けた方が面白いっていう声も絶対あると思うんだよね、1部で厳しくてもね、まあ、ね、うん、まあ、その見方はいろんな見方があるから人それぞれだと思うんだよね、楽しみとして、でクラブとして常にベストは尽くしてやっていかなければいけないはいけないけど、でもやっぱりカテゴリーだけで応援してる人ばっかりではない、あ、まあもちろんし、でもほらこうまた何年前ですか、2部優勝したしけどね、いやもうあれだからあれがまたできるってだったら楽しいよね、確かに、ね、一部にいたらさ、もう目指すところってもう優勝、リーグ優勝、日本一、そうそう、上しかないですけどね、でも昇格ってまた違ったでしょ、あの、いや本当に違いましたね、そうだよね、あの時は昇格ってなんだろう、また別格だよね、な、俺も何回か経験したけど、なんかなかなか経験できるものではないなと思うし、またしたいでしょ、でも昇格はね、したい、本当に、まあ、チームとしてやっぱそのリーグ優勝っていうのが目標ではあるから、まあ、そこに向けて本当一つ一つって感じではなるんですけど、ね、まずは10得点を決めて、はい、チームに貢献してね、どうする、できなかったら10得点できなかったら、そしたらもう寿司職人、寿司職人、いや、じゃあ1日寿司寿司屋オープンしますかやります、やります、ね、1日泊まり寿司1日泊まり寿司、マジで今日しか見てない人は前回の見てほしい、もう本当にじゃないとこの寿司の下りがわからない、確かに確かに、ね、まあでも俺らは寿司の寿司のゲーフラ待ってますよね、ちょっとね開幕戦ね、いやそしたら俺は感動するけどな見てくれてるよ、ねえ間違いない間違いない、人量だ、それはそれ楽しみみたいな、いいね、面白いですね、楽しみしましょう、でもね、はい、ちょっとね、じゃあちょっと応援してるんでね、はい、ありがとうございます、他のスポーツいきますか、そうですね、スポーツないんですけど、まあ予定だけちょっとそうじゃないですかないじゃないですか、全然ないんだもん、そうなんです、僕の仕事がなくなっていっちゃうんですよ、そうですよね、お願いしますよ、本当ね、でもしょうがないですね、まあ、こればっかり一応ね、日程だけ確認をしましょう、はい、山川さんは開幕の試合ですね、これ開幕ですね、うん、で、まあ、3月15日まででしたっけね、の試合は延期ですので、うん、一応3月18日の、サンプルアルビンの徳島ボルティス今日までの予定ではってことですよ ね、 そうですね、まだどうなるかはまだ分からない、まあ、伸びるかもしれないという可能性もありますけど、うん、今のところの、ところでは3月18日が開幕戦と、はい、開幕戦じゃないですね、本格ですね、はい、はい、で、パルセイロも、試合が延期になっているのであれですよね、28日ですね、FC 東京 U23 とのアウェーですね、はい、が、うん、まあ、今のところの、開幕戦となっております、はい、で、なでしこは2部の開幕戦、まあ、そのままですね、22日、うん、はい、はい、これもスタジアム、まあ、これもまだね予定ですけども、はい、だからもう分かんないですよね、本当にどういう状況になるかっていうのは、まあ、ね、この、ね、この先 ね、まあ、今ね、学校休みになったりして、まあ、広がらなければね、このまま今の予定で行くと思うんですけど、まあ、これがね、まあ、さらに増えちゃったとか、だからあれですよね、あのホームページとかをねチェックして、ね、うん、 そうですね、その状況を、うん、はい、地域の皆さんたちに、ね、うん、追いかけてもらいたいなと思いますけど、はい、うん、変更になる可能性もあるというね、はい、はい、どうですかバニーズ京都なんかあります、その今情報とか、大学の時に一緒にやってた同い年の子がバニーズに今所属してて、結構
もうずっと連絡取り合ってて、うん、で今も連絡は取り合ってるんですけど、うん、お互い頑張ろうって。どういう状況なの？バニーズもいい感じ？そういう話はしないの？して、まあでも、まあ、結構走ってたみたいだし、走り込んでたみたいだし、まあ、今も練習試合とか向こうでやりながら調整してるって言ってたんで、ちょっと同期対決ね。わかんないね。同期対決。2部といっても、ね、今年バルセロレディースも選手が若返ってっていうところを考えると、侮れないね。そう、本当に、やっぱそこは一応寿司職人が頑張らないとね。そっちでゴール決めたらゴール決めたらおかしいでしょ。これ見てないともう分かんない。何してんの？ぜひ見てほしい。でもぜひやってほしい。点決めたらこういう風に、ね、パフォーマンスね。ゴール裏とあのうちもカメラ出すから、じゃあうちのカメラの前でこう一刀両断で何かやった時はもうぜひそのゴールパフォーマンスやろ。そうですね、やりましょう。うん、そしたら俺もスタンドからこうやって、もう一丁もう一丁みたいな。面白すぎる。まあでもね、本当、まあ楽しみに、ね、して待つしかないですからね。もう、まあ、ある意味復帰戦になるってことだよね。そうですね。そうですね。そうだよね。はい。2年3年ぶりになるんですかね。なんかもし本当にこの日程のままね開催できるってなったら、はい、マジで多く来てほしいよね。うん、本当に。ね。お待ちしております。やっぱ結果って地域の皆さんがねこう支えていきながら、うん、クラブがベスト尽くした中でこう結果って生まれていくから、うんね、そういう意味ではね現場だけが努力しててもなかなか結果ってね、うん、最後運のところでね向こうに持ってかれる可能性もあって、うん、そうですね。一人でも多くの人に来てもらいたいですね。棋戦は、はい、楽しみですね。はい、はい、で、ウォリアーズですね。ウォリアーズも試合がちょっと3月11日までの試合ですかね。はい、延期になっておりますと。で、今のところは3月14、15ですかね、ホワイトリングですね、うん、西宮ストークスと。どこもかしこも大変な状況ですよね。いやでもね本当今ね中地区1位走ってますよね、うん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 、まあこれでプレーオフ勝てば、まあ、昇格かも見えてますからね、うん、まあまあもちろんそれを楽しみにね、はい、待つしかないですねこれもね。はい、で、ボルスさんは僕らはもう全日本選手権がもう完全なる中止になったので、うん、もう各クラブ今オフに入って選手の退団、引退、移籍のニュースが今、フットサル界は今すごい情報が出回っているような状況ですね、うんうん、ですね。はい、はい、そんな状況です。で、続いてがバレーボールですね。トライデンツ、トライデンツの入れ替え戦がどうなるんですか？今無観客試合の方向で、予定が出てますね。あるは、はい、ある予定なんですね。はい、無観客。14、15、まあ2部のボレアス、V2 のボレアス北海道と入れ替え戦を戦ってと。いや、なんとか踏ん張ってほしい。ね、一部にね、なんとか残っていただいてということになりますけども。頑張ってほしい。ね、アーマツ。アマツね、アマツ元気ですかね、本当に出ちゃえばいいんじゃないかな。アマツ、いけるんじゃないかなって思う時があるたまにね、見てると。ですね。はい、いやでも本当にスポーツがない週末っていうのはちょっと本当ね、なんか経験したことがないですよね。そうだね、長野県内でスポーツがない時ってないんじゃない？だっていろんな競技が、まあ何かしらでずっとね、なんかやってるから、やってる中で。今なんかね。暇だな、ね、暇だなみたいな。暇ですか？暇ですよ。だって仕事もないし。あ、行かないじゃないですか。現場ですもんね、基本的に。そうか。ね、なんか暇そうだから。暇そうなんですよ。ちょっと暇そうなんですってだから。なんかまたぽっちゃり出たんじゃないですか。暇で、食べちゃって、食べちゃって暇だとね、気をつけて。いや、ね、暇だと食べちゃうから、はい、気をつけないと本当に。じゃあプレゼント、プレゼントどうなるんですか？すね、プレゼントは あるんだね。ありますよ。うん、まず松本山田からは、ホーム先生3月18日、うん、徳島ですね、先ほど予定出てましたけども、はい、ホーム戦の A 席チケットペア1組と。でウォリアーズが3月15、16でした、ごめんなさい、14、15でしたっけ、どっちかですかね、ごめんなさい、指定席ベンチ裏ですね、はい、
各一組、各日ですね、一組ずつと。で、はい、バーセールさんからもトップとレディースとホーム戦の10席チケットをペアで一組ずつ、プレゼントしたいと思います、はい、で応募方法はいつも通りメールで送ってくださいと、はい、どうなんですか、増えてるんですか。そんなでもないですね確率は高いです、確率は高いです、確率は高い、はい、結構穴場ですよね、穴場ですね、チケットもらえるって、うん、ね、穴場です、ね、あんまりもホームごないになったら穴場ですよ、ね、もうぜひぜひ、はい、ね、お願いします。今年はね手に入らないですか、なかなか。本当ですね。これでじゃあちょっと次週いっちゃいますかね。はいはい、誰ですか次回はね、3月11日中野市からですね、グランセロースの柳沢雄一監督と、ゆうちゃん出るのね、南内コーチと、ゆうちゃん、はい、ホームタウンの中野市からね、はい、あ、中野市からね、中野市役所の方のね、ちょっとところから、はい、やるんですか。もうホームタウンの、いや、お、マジですか、お部屋をお借りして。グランドじゃないですか。グランドは雨降ったらアウチなので。あ、前回ね、前回もちょっとね、なんだ、せっかくグローブ持っていこうと思ったのに本当ですね、うん、ちょっと一回やってみたいですけどね、今度ね、キャッチボールとかね、キャッチボールとかね、ノックとかね、実際のこうなんかね、いや、打つとか怖いだろうな、そんなことないですかね。怖いんじゃないですか。いや、怖そう、怖そうだよね、うん、やったことない、公式だから痛いですからね。あ、やめましょう、めっちゃ痛いですけどやめましょう痛いの、いやいや、痛いのとかさ、そういうのは良くない。確かに怪我したら、ね、キャッチボール、キャッチボールぐらい、キャッチボールぐらいねちょっとコメント来てますのでね。お、さすが止まり、応援してます、頑張ってください、ゴールパフォーマンス持ってきてるので、まあ、あ、ちょっと見てる人はもう期待してますね、寿司屋、ね、浸透してきてたから浸透してほしい、はい、トマさんお帰りなさいと。嬉しいね、開幕が楽しみです、どんなチームになるのか、それも楽しみですと。あとね、元チームメイトとの戦いも楽しみですってことは。あ、そうか、そうですね、え、2部で言ったら誰がいる。チフレと、チフレの木下と、あ、キノピーね、そう、あとユシカ、あ、ユシカいるんですっけ。います、ね、あとユシカもいるんだ、横浜だ、ポーと、あ、ポーと、モチと、ポー様、ポー様いらっしゃいます。ポー様キャプテンでしたっけ。キャプテンです。あ、マジで、確か、やっぱもう生っ粋のそういうあれなんだね、キャプテン気質が ね、 どこでもやるね、うん、どうすか、ちょっと、あ、元チームメイトと話すんですか、帰ってきたよとか。ああ、いや、でも直接は連絡取ってないかな、そのもう斉藤茜とかとは連絡取ったりとかしたんですけど、茜は引退しちゃったんで、はい、どうしてるの、元気してる。はい、働いてるみたいです。あ、働いてるんだ、地元で。地元で。あ、そうなんだ、埼玉で、実家じゃなくて。実家じゃないと思います、多分。そうなんだ、実家うどん屋だ、うん、うどん屋です、ね、うどん屋なの。うどん屋だって、なんかあのテレビに出たっつってね。そう、めっちゃ美味しいっすよ。孤独の、孤独のグルメに出たっつって。どこ、どこにあるの、孤独のグルメに出たっつってね。なんで教えてくんないのよ。なんすか、藤井、え、藤屋、藤屋か、え、どこ出身、どこ、富士出身、どこ。埼玉、埼玉、埼玉にあるうどん屋さん。埼玉にある、ね、今度ちょっと行ってみたいね、うん、めっちゃ美味しい。パルセイロの開幕戦の後ぐらいね。パルセイロ20何日東京だったじゃないですか。あ、ね、トップの、トップの開幕戦の後、ね、埼玉で、埼玉でうどん食べに、うどん食べに。めっちゃ面白いじゃないですか。いや、金がこうやって持ってきたら笑いますいない、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 いない。あ、そうなんだ、いい選手だったけどね。まあ残念な気もするけど、でも怪我、次の第二の人生を、まあでも怪我も多分あると思うし、もう働きたいとは言ってたんで。ああ、そうなんだ、うん、もう移籍する時も結構なんかいろんな俺話したけどな、うん、そうそうそう、結構なんか話聞いてくださいとかね、うん、来ていろんな話したけど、まあ、最後ね、作家が楽しいって移籍したと言ってたからよかったなと思って、うんうん、でもそういうあれだね、元メンバーがまたそういういろんなチームに転々として対戦できるっていうのも楽しいね、うん、まあ、楽しみ、すごいね、え、ね、ポーとかね、ね、本当に、そうだね、あれで、レオナが海外行ったんだっけ。そう、オーストラリア、オーストラリアに行きましたね。すごいね、いや、すごいね、みんな海外行ってる、すごいですね、女性ってすごいですね、強いね、なんかもう決めたら行っちゃうみたいな、あ、ね、
確かにね。確かに。なんか躊躇 しないですよね、まあ、そういうことってね。え、そうなの？躊躇しなかった？うん、てかもうこのタイミング逃したらもう一生行かないわって思ったからもう強行突破でした自分は。あ、海外ね、うん、ちょっともう無理だよな、うん、旅行ぐらいがちょうどいい、うん、旅行がいい、ね、旅行したい旅行したい本当に日本人でよかったって思う、ね、いや本当に、いや本当に日本人でよかったって思う、そうでしょ、うん、思うよね、思う場面がすごいいっぱいあった、うん、やっぱり。分かるわ、そうだね、どうですか海外進出、ルーツも。進出はないですけど、まあ、でも取材に行きたいなと思います。ハワイ支店かなんか作りましょう。ハワイ支店、そこで、そこで働きたい。そこで雇ってください。トマも、じゃあ俺もハワイ支店。いいね。確かにね。うん、いいね。いいですね。そんなんなんか面白いですね。面白い。ね、うん、まあそんなしょうもない話しましたけど、そうですね、まあでも楽しみですね。元のチームメイトのね、もちろん楽しみますし。うん、そうですね。うん、なんかちょっとまたそんな感じで追いかけていきましょうよ。そうです ね、うん、ね、どうしましょう、ともう2桁本当に取れるのかどうかっていう、ね、厳しい目でもう取れなかったらもう本当に言ってあれだけどもサイドバックだぞとやべえ、うん、でもまあトマの良さはもう本当スペース見つけて、ね、うん、そうですよね、動けるところだから、なんかまたあんな姿見たいなと思うので頑張ります、はい、ね、そこに誰が出すかというところの ね、うん、新しい、そうです ね、選手たちとまたぜひ作ってもらえたら、はい、また応援しに行きますよ、はい、お願いします、ね、今のところじゃ22日行きますよね、うん、開幕戦。いや、何言ってるんですか、なんか毎試合行ってますよいや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 、ほんと毎試合、毎試合だ、気持ちはだよ気持ちはね、そうだよ、ありがたい、それだけでもありがたいけど、まあ一体感、まあ、うん、今年はチェンジ、今年はチェンジ、今年はチェンジ、じゃあチェンジしていこうかな、俺もチェンジしていこうかないやでも頑張ってね、トマ、本当に、はい、頑張ります、もうね、マジでトマが帰ってきたから、うん、なんかすごいまたね、応援しがいもあるし、もうもちろんね、引き続きだけど、うん、でもトマがまたいてくれたら、地域もそうだけど、俺らもなんかね、そうすごい楽しみなシーズンかなと思うんで、ね、ぜひ頑張ってください、はい、頑張ります、ありがとうございます。今年の目標はどうですか、抱負みたいなものを含めて、抱負、うん、はい、また長野に戻ってくることができたので、うん、まあ、あの去年震災とかもあったりしたり、うん、まあ、2部に落ちてしまったりっていう、うん、まあ、暗いニュースもあったんですけど、うん、また今年盛り上げていきたいと思いますので、そして10得点頑張ります。最後これだろうもん、これでゴールパフォーマンス、これで言ったないわ、これで言ったないわちゃんと追いかけてくださいカメラで、本当ですね、ゴールシーンはもう100分譲ってもいいです、うん、あのゴールシーンと、いやいや、ゴールシーンのが大事、ゴールシーンは撮らなくてもいいです、もうゴールパフォーマンスのところで見といてくれたら、もうカメラの位置教えておきますから、ね、ここだよ、それだけで僕は満足です、あーいいね、それね、面白いぜひね、皆さんにはもうあの前回 の、 あの放送をね、泊まりの、はい、ぜひそれもね見てもらって、今日の見てもらえるとより楽しめるのでね、そうですね、はい、前回見れたかな、ちょっと、ね、ちょっと変わっちゃいましたね、あ、そっかそっか、そうなんですよ、あ、そういうことか、確かに見れない可能性もあるってこと、うん、いつ出たか忘れちゃいました、まあ、そしたらもうただ俺らの自己満で終わったところですねこの寿司とか早く言ってくださいよ、そしたら寿司のくだりを説明してからこの番組やったのに、もうすごいしょうもないことばっか言ってたよ、このくだり説明しなかったら誰も面白くないよね、ねえ、マグロとかなんで寿司なのみたいな、間違いない、ね、寿司屋で働いてたんだもんね、そうです、ね、もうさらっと言っておくとか、ね、ドイツじゃない、オーストリアで、ね、オーストリアで、ね、はい、寿司留学してたんだよねそっちになっちゃうかもうこうやって話がおかしくね、話が合わないからもう締めないとってしたからね、はい、じゃあもうタイトルコールで ね、 そうですね、締めたいと思いますけど、ぜひね、はい、また出て、はい、ぜひお願いします、応援していきますよ、またね、伊藤亮太もそうですね、ええ、応援していくんでぜひ頑張ってください、ね、また出てください、はい、ぜひお願いします、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、もういつでも出れますからね、言えばすぐもう ね、 ね、そうです、そうですね、はい、クラブスタッフとして、そうです、バルセロアピールしていこう、アピールもう、ね、そうですね、バンバンしていきます、はい、お願いしますよ、はい、はい、僕らも応援するんで、はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、じゃあ最後タイトルクロ覚えてる、はい、え、伊藤亮太、
そうそうそう、もうね、はい、なんかドイツ語かなんかで言っちゃうんじゃない。いやいや言わない、ね、確かにね、ね、言わない言わない。ペラペラなった、もう喋れるでしょ。あー、はい、なんか日常生活とかは、うん、おすごいじゃん、はい、これ食べたいとかこれくださいとか。あ、それは全然大丈夫でしょ、普通に生活はできるってことね、うん、いいんじゃない。あはんつってこれ言っとけばもう大体なんか僕も、あ、この人分かってんだなみたいなで、さらっとその会話終わるんで逃げ道の一つとしてそれを持ったというんで、うん、そういいね。じゃあ、まあタイトルコールで、はい、締めたいと思います。はい、皆さん今週もありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。お願いします。新種スポーツ一刀両断。さよなら。もう怖くないよ。だから今すぐに光を。